皆さんこんにちは。本日は弊社のリモートワーク事例の一つとして経理業務のデジタル変革についてご紹介します。本題に入る前に、新型コロナウイルスによる経理業務への影響から見ていきましょう。こちらは日本 CFO 協会様が実施した新型コロナウイルスによる経理業務への影響の調査結果です。最も懸念されるリスクは決算業務の遅延で、今期の計画予算の未達や業績の下方修正が続いています。次にテレワークの実施状況と満足度に関する調査結果をご覧ください。緊急事態宣言後にテレワークが広がったようですが、一方でテレワークに対して様々な不安を抱えていらっしゃるようです。不満の多くは書類のデジタル化が進んでいないということであり、紙の書類の処理、請求書、商標書類、押印手続き、印刷などで出社を余儀なくされた企業様が多かったようです。こうした状況の中、 SAP では12月の年度決算、3月の四半期決算ともにスケジュール通りに進めることができました。ではなぜ大きな影響を受けることなく決算業務が行えたのでしょうか。ここからは SAP での取り組みを通してリモート決算推進のポイントやその施策についてご紹介していきます。大きな影響がなく決算が進んだ背景には、上流プロセスのデジタル化、電子署名を利用した契約書のやり取り、決算プロセスのデジタル化という3つのリモートワーク決算を支える仕組みがありました。まず上流プロセスのデジタル化です。弊社では仕入れ先様への発注から支払い請求書の受領までのプロセスの自動化により、 64% はタッチレスで人手を介さず支払い請求書データを取り込んでいます。このため自動的に流れてくる会計仕分けを利用したリモート業務が可能でした。なおこの割合は年々増加しております。次にお客様との契約書締結のあり方など対話を重ねながら推進してきたことにより、押印手続きなど電子署名を取り入れた契約書のやり取りを実施しています。このためリモートで契約を締結し、契約書を電子化することが可能でした。さらに世界中のグループ会社の決算状況が可視化できていることにより、ドイツ本社からはどこの国で決算進捗が遅れているのか、遅れている作業タスクや担当者は誰なのかを把握でき、現地法人の担当者にリモートでの適時適切なサポートが可能でした。以上3つのポイントで SAP はリモートワーク決算を実現しています。弊社の実施している経理業務のデジタル化についてさらに詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。ご清聴ありがとうございました。